はい、今回はゴルファーにですねやっていただきたい下半身のトレーニングを紹介していきます。はい、ゴルフにとってですね、下半身の役割は簡単に言うと安定感、上半身がしっかりとスイングによって動いていきますけども、下半身が安定しているからこそ上半身が動きが出てきます、ね、その安定感を作るために、大事な下半身の筋肉、外側ですね、お尻の外側の筋肉、ももの外側の筋肉、それで、しっかりと安定感を、作っていきましょう。そのためのトレーニングやっていきます。こうやってね、チューブを使ってやっていきます。チューブ、円になったチューブに足を通していただいて、ちょうどこの膝のね、上ぐらいのところに準備してください。はい、チューブ、ゴムの力によって何も力が入れてないとトトトトンとこのような体勢になります。これをグッグッと力を入れることによって内側に入る力に負けないで足を開くことができます。その時に外側の筋肉を使ってます。はい、しっかりと膝の位置が内側に入らないように意識しながらスクワットをやっていきます。この時に外側の筋肉が働いていないとこうなってしまいます。スクワットは椅子に深く座るような体勢で行っていきましょう。浅くならないように気をつけてください。慣れてきたら上下動を入れていきます。深く沈んだら起き上がる、深く沈んだら起き上がる、この動きの中でもグラ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 したりしないようにしっかりと安定感を持った状態でやるようにしていきましょう。はい、今回は下半身の安定感を作るための外側の、ももの外側、お尻の、筋肉のトレーニングでした。ぜひね、皆さんもやってみてください。以上です。